割り込み男。偶然。この写真じゃないですか。よかったら遊びに来てください。写真はね、俺がニューヨークで活動してた時に撮った写真なんだ。ねえ、この女性の仕事、なんだかわかる？モデルさん？うん。実はね、娼婦なんだよ。サウスブロンクスのバーで出会って、偶然窓から夕日が差し込んでね、その時にシャッターを切った写真なんだ。俺のポリシーはね、写真でストーリーを語ること。写真でそのままをさらけ出して見てくれる人々にいろんなことを考えてもらって、そっから森山さん、おお久しぶり。ゆみさん、ちょっと待って、来てくれたんだ。もちろんですよ。嬉しいよ。ゆっくり見ててよ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。すごいわね、森山さんの写真。光が綺麗で、被写体との間に何もなくて、そのままを見てるって感じ。そう？もしかして俺に惚れちゃった？ない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 。じゃあ私そろそろ行くわね。とっても素敵でした。ねえ、美味しい中華になるんだけどさ、この後一緒にどう？今日はあと15分ぐらいで終わるから。でも片付けとかあるんでしょ？あとはスタッフに任せるから。別に私はいいけど。じゃあ決まりね。ちょっと待ってて。一番素敵なので綺麗なんです。お疲れ様。お疲れ様です。いや、ここの餃子が本当美味しいんだよね。もう何回言ってんのよ。あれ、こういうところ嫌い？よかった。いや、俺帰国してすぐの頃はね、毎日通ってたんだから、なんか食べたくなるんだよね、ここの餃子。あ、すいません、餃子3枚ね。あとね、鶏皮ザーサイと。さっき光が綺麗って言ってもらって嬉しかったよ。うまく表現できないけど綺麗だった。写真って本来さ、光を写し取るものだから。英語のフォトグラフィーってあるでしょ。あれって光の絵っていう意味もあるんだよね。光の絵？そう、写真って光がなくてはならないものだから。大貫さんにとってなくてはならないものって何？私？船田さんいないと困っちゃう。今は仕事。すごいね。森山さんはどんなことを思ってカメラマンやってんの？写真ってさ、喋れないじゃない。だからこそ真実がそのまま出ると思ってる。写真で嘘をつくことは絶対に嫌かな。うん、正直な自分でいるために撮ってるのかもね。モノポリだって嘘ですよ、きっと。でもユミさんもさすが仕事って生きるだけあってすごいよね。2年であそこまで会社を大きくしたんだから。周りに感謝することばかり。助けてくれた人とかいるの？え、あの、いるわ。どんな人？暇な人。暇な人？何やってるの、その人。今はダイオウイカの撮影に夢中になってんじゃないかな。彼氏？ねえ、ユミさん。ん？その人のこと本当によく知ってる？え？俺は分かりやすいけどな。うん、来た来た。こ
これこれ。あ、ちょっと大丈夫。私自分でやるから。え、そうなの？私お醤油いらないの。マジ？お酢と胡椒。そう。いや、偶然同じで俺も。本当？すいません、胡椒ちょうだい。だよね。でしょ、最高なんだってここの餃子。本当に美味しい。でしょ。ああ、あの餃子がニューヨークでも食べられたらな。ニューヨークに行ってる時ぐらいママしなさいよ。うん、また戻るんだよ。また拠点をニューヨークに戻す。もう一回さ、向こうで勝負することにしたんだ。嬉しいね。じゃあさ、お別れ会開いてよ、ユミさんのお気に入りの店で。いいわよ。でもさっきの店より高いわよ。出たー。お寿司とか。お寿司、お寿司が好きです。あとなんか好きなの。出た、ナンパ好きね。あれ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 どんな人？いいの、無視して。無限にバカだから。いっちゃおう、いっちゃおう、うならにいっちゃおう、いっちゃおう、いっちゃおう。この人たち、どうしたの？バフリだよ。いっちゃおう、いっちゃおう。あれ？ひょっとして船田に相手にされずに他の男に走ってんすか。ねえ、船田ってさっき言ってたし。なんでもないもん。藤山さん、藤山さん、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。さあ。おい、お前の携帯貸せ。あ、船田さんですか。なんか、ユミって子が男と仲良く歩いてるんですよ。ざまあみろ、これで船田ファミリーの信頼関係は崩壊だ。おい、お前ら西麻布に乗り込むぞ。おい。あ、向こうからかかってきました。船田、焦ってやがる。無視ね。はい、すいません、今藤波さんに代わります。こんばんは。じゃあここでタクシー止めようか。また先に割り込みされても困るし。じゃあ、変なのに絡まれたから酔い冷めちゃったよ。もう一杯かな。